ダビトシクリス・ゼ・バクラゼは、ジョージアの政治家、外交官。紛争問題担当大臣、外務大臣、北、大西洋条約機構及び欧州、連合特別大使、国会議長を歴任。一党国務参事官であり、外交官としては、首席公使参事官の職位を保持している。ダビト・バクラゼは1972年に、トビリ市で誕生。 ジョージア技術大学とジョージア行政研究所で学び、トビリシ国立大学で物理学と数学の博士号を取得。バクラゼは政府機関で養殖を歴任した後、民間での仕事に就いた。彼は1997年にスイス国際関係研究所の各種教育プログラムで活動し、1998年にジョージシーマーシャル安全保障ヨーロッパセンターの 研究職となった。彼は2001年に、ナト o 防衛大学を卒業、ジョージア国家警備隊予備軍に入り、注意となった。バクラゼは1997年頃から、ジョージアの政治に、積極的に関与するようになった。彼は1997年から2002年まで、ジョージア外務省に勤務し、その後2002年から2004年まで、ジョージア国家安全保障会議の職員を務めた。 2004年4月、彼は、ミヘール・サーカシビリ大統領を率いる、与党統一国民運動から、国会議員に選出された。彼は国会において、欧州大西洋統合委員会の委員長を務めた。2017年7月19日、彼は、紛争問題担当大臣に任命され、アブハジア、南オセチア問題についての主席交渉官に、任命された。 2008年1月、彼はラドグルゲニゼ内閣において外務大臣に就任した。2008年4月21日、統一国民運動は翌5月に予定されている国会議員選挙に向けてバクラゼを政党名簿比例代表の筆頭候補に指定した。この決定は比例筆頭候補と目されていた現職にノブルジャナゼ議員が統一国民運動の指導部と意見が一致せず、 ブルジャナゼが不出馬の意向を示したためであった。2008年7月7日、バクラゼは国会の開会式においてジョージア国会議長に満場一致で選出された。2012年の総選挙でもバクラゼは統一国民運動の比例名簿を1位に指名した。総選挙の結果は実業家、ビジナイバニシビリ率いる野党連合、ジョージアの夢が第一党となり、 統一国民運動は第二党に転落した。その結果、バクラゼは少数党院内総務となり、国会議長の座は与党連合、ジョージアの夢のダビトウスパシビリに引き継がれた。2013年ジョージア大統領選挙に向けて、統一国民運動は大統領候補者としてダビトバクラゼを選任した。大統領選挙は10月27日に実施され、 与党ジョージアの夢イコール民主ジョージアのギオルギ、マルグベラシビリ候補が勝利した。バクラゼはマルグベラシビリに次ぐ2位の結果であった。2010年、バクラゼはポーランド大統領よりポーランド共和国コマンダーメリット十字勲章を受勲した。ありがとうございます。